グループの筆頭閣だった戦国義と七部行の会とは1998年から2016年まで存在した日本の政党である民主党の次世代を担う有力議員のグループの故障。報道では民主党七部行と記されることもある。渡辺孝三が衆議院副議長を務めていた2003年に民主党の時代を担うニューリーダーとして挙げた7人の議員と結成。 かつて自らが名を連ねた竹下花な武行になぞらえて命名した。世話役の渡辺をはじめ、戦国義人や前原誠事など民主党内でも、小沢一郎に批判的とされる議員が多いため、メディアなどからは、半小沢連合とされている。特に共通する政策を打ち出しているわけではないが、安全保障では、日米同盟を重視する現実主義、経済面では、 新自由主義的な改革路線を標榜する者が多い。内閣総理大臣になった野田や、すでに代表経験者である岡田、前原を含めそれぞれが潜在的な代表候補であるため、ライバル関係という側面があるものの、代表選などの党内政局では協調して行動することが多い。しかし、二0 1年六月、鳩山幸雄代,代表の辞任に伴う民主党、 代表選に小沢グループの支援を受けて出馬した、タルトコは、自らは七分業から、卒業したと述べるなど、今日で一線を隠す存在とみなされている。第46回衆議院議員総選挙後においては、落選した千国とタルトコを除く代わりに安住を、入れて六人衆とする場合もあるが、六人衆の中で唯一七分業に加わっていなかった、安住は、 第47回衆議院議員総選挙の直前に政界引退した戦国の公認として事実上のナブ業に加わることになる。民進党決闘後の第48回衆議院議員総選挙では希望の党合流組、立憲民主党決闘組、無所属立候補組と3つに分裂したものの希望の党の比例近畿ブロック単独1位で当選し5年ぶりの 政界復帰を果たしたタルトコをはじめ、安住加入後の7部踊全員が当選を果たした。民主党政権時代、メンバーはメリーゴーランド人事と揶揄されるほど養殖を締め続けた。2009年、平成21年の民主党代表選挙では岡田を擁立して鳩山幸夫と戦ったものの、メンバーの多くがその後政権交代に伴って発足した。 鳩山内閣の閣僚に登用され、鳩山内閣を支えていくことで一致した。会合自体も政権交代後しばらくは行われてこなかったが、小沢法中団や天皇特例会見問題など、小沢の暴走が強まった12月に再開。陸産会の土地取引に絡む政治資金規制法違反事件によって、小沢の元秘書、石川智博衆議院議員が逮捕された後は、 渡辺が公然と小沢批判を展開する以外に表だった声は上がらないものの会合では小沢の幹事長辞任を求める声や続投を認めた鳩山を批判する声も上がったその後小沢に対する世論の風当たりが強まったことから前原や枝野らはポスト鳩山も視野に徐々に小沢批判をにじませた特に国土交通大臣を務め七部業の中で マスコミへの露出度の比較的高い前原が小沢の意向を取り入れる形で高速道路の料金の新体系を発表したところ小沢がそれを批判したため前原 vs 小沢の対立構図がクローズアップされることとなった以降前原は半小沢の急先鋒とのイメージで報道されることが多い鳩山の退陣に伴って行われた 民主党代表選挙ではタルトコが出馬したが、対立候補のカンナオとの推薦人には戦国を除く5人が、なお連ね、戦国も当初から、漢陣営の一角として動いた。一方、鳩山政権下で、小沢に接近していたタルトコは、一進会の一部の支援を受けて、立候補、七部業からも、卒業したと発言するなど、実質的に離脱したとされる。 代表選に勝利して発足した、菅内閣では、そのタルトコも含めた7人すべてが主要閣僚、党幹部といった要職に名を連ねた。その3ヶ月後の代表選でも、タルトコを除く6人は菅を支持を表明。党員、サポーター票が決め手で、菅が再選すると、参院選の敗北の責任を取る、形が幹事長から幹事長代理に降格した、枝野も含め、 官を支持した6人は内閣執行部に止まった一方、タルトコは国対委員長から外れた。しかし内閣官房長官として影の総理と言われるほどの影響力を誇った戦国は尖閣諸島中国漁船衝突事件に対する対応理由に問責決議受け、2度目の内閣改造を機に事実上更迭され、党の代表代行に転じることとなった。さらに、 その2ヶ月後、前原に在日韓国人からの違法献金問題が発覚。1年6ヶ月にもわたる閣僚生活から身を引くこととなった。戦国はその直後に発生した東北地方太平洋沖地震を受け、戦国は代表代行を兼務する形で内閣官房副長官として閣内に復帰する。菅内閣の不信任決議を回る政局では当初、 執行部として鎮圧に当たった岡田や戦国らが震災対応に一定の目処がつけば辞任すると表明しながら一向にやめる気配のなかった間に今度は退陣を迫り引導を渡す形となった。結局官は退陣条件となる法案がすべて成立したとして震災から5ヶ月後に退陣した。詳細は 菅卸を参照ポスト菅を決める2011年の代表選挙は民主党にとって初めてのトロイかいずれもが立候補しない代表選となった。いわゆる七部行とされた議員の中では、タルトコが立候補を模索していたが断念。野田と前原は立候補するが、野田陣営には菅、岡田などが支持に回り、前原陣営には名友の戦国、枝田野が支持に回り、 タルトコグループは自主投票とされる。野田、前原は第1回投票でトロイカの一角である小沢一郎らが支持する海江田万里に敗れたが3位の以下の陣営のほとんどが決戦投票では2位の野田に投票し野田は劇的な逆転勝利を果たした。タルトコの投票と現用の1回目の投票は明らかではないがここでも7部業の会の多くが半小沢で 一致結束して行動することになった。こうして、三人目の代表にして七部業発の内閣総理大臣が誕生した。新政権下で、前原は党政庁会長、タルトコは党幹事長代行に就任。玄洋は外務大臣に横滑りした。戦国は小沢グループの反発を避けるため、入閣は見送られたが、 党党代表代代表行行から党政政会長にに横滑りする形で政権内に残った枝野は当初、無役として野田政権を支えてきたが、自身の発言が原因で辞任した八路義夫の公認として、経済産業大臣に就任した。岡田は内閣官房長官か財務大臣への就任を要請されたが、官政権時に幹事長として、 小沢グループらの批判を一心に集めたために、これを誇示、代表経験者として、党最高顧問となり、民主党行政改革調査会会長に就任したが、その後の改造内閣で副総理兼内閣府、特命担当大臣として、再入閣を果たし、七部業全員が政権を担うことになる。その1ヶ月後、復興庁の発足に伴う、閣僚増員で、 岡田は一部のポストを自分に近い中川正春に譲る。2012年6月26日に小沢は消費税の増税に反対し、7月2日に離党し、11日に新党国民の生活が第一の決闘に参画した。七良部業は事実上小沢を民主党から排除した形となり、会結成以来長きにわたる小沢との攻防に終止符を打った。そして、 2012年の民主党代表選で、親、小沢、半小沢の垣根を越え7部行全員が野田を支持し、赤松弘高、原口和弘、カ野の3人を破り参戦を果たす。その後の内閣改造で、岡田、江田の、玄洋は再任、タルトコは総務大臣として初入閣、前原は国家戦略担当大臣として1年7ヶ月ぶりの入閣を果たし、 7人中6人が閣僚となり、残った戦国は、現職の北沢都美、直島正幸、石井はじめの3人とたるとこの前任者である、川端達を、野田の対立候補として代表選に出馬した赤松と、彼のと共に、党の副代表に就任した。衆議院解散により、衆議院議員総選挙出馬の際、野田の方針に従いないという理由で、鳩山が出馬を断念。 政界引退し、民主党に残留するトロイカの一角は、半王沢派の勘のみとなった。選挙の結果、民主党が壊滅的大敗する中、岡田、野田、前原、玄洋、枝野は、小選挙区で再選を果たしたが、戦国と、タルトコは比例復活もできずに落選した。民主党が敗北したことを受け、野田は代表辞任を表明した。 第46回衆議院議員総選挙での民主党、惨敗後に行われた2012年12月民主党代表選挙で、海江田万里が選出されたことと、第3次、野田改造内閣において、野田、前原、岡田、江田の原が閣僚であったことなどから発言力を大幅に失うことになった。またその後、第23回参議院議員通常選挙において、 各地元の選挙区の応援を行うことになった。一部マスコミでは影響力の回復が目的であるとされた。しかし、野田の地元である千葉以外で民主党は惨敗した。さらに千葉に至っても自民党候補が二人当選している。また、決闘以来民主党が議席を守ってきた岡田の地元である三重や前原の地元である京都や枝野の地元である埼玉でも議席を失った。 また元議員であるタルトコと戦国の地元である大阪と徳島でも議席を失った。現在、政界を引退、落選した渡辺、戦国、タルトコを除き、代わりに安住を加えた6人が民主6人衆もしくは単に6人衆と呼ばれている。海江田に対し批判的な立場を取っている。しかし、同年9月に行われた、当役員人事にて、 江田野が幹事長、岡田が党代表代行に就任するなど海江田の方から急接近する動きも見せる一方、前原は第46回衆議院選挙で当選した7人の侍の細野武志らと同調して、日本維新の会の合流を模索するなど、自主再建派の岡田と江田野野党再編派の前原との間で大きな溝を作ることとなる。そして、 岡田が新進党まで共に行動した小沢と会談し、生活の党の所属議員及び党員の一部を復党させることで同意した。その後の衆議院解散に伴う第47回衆議院議員総選挙で、戦国は政界引退、タルトコは6人衆と共に出馬する意向を固めたため、安住は事実上、戦国の公認という形で7部業に加わることとなる。 選挙の結果、6人衆と目される7部業の6人は、小選挙区で再選を果たしたが、タルトコは、またしても比例復活を果たせず落選。岡田と枝野を党役員に加えてくれた、海江田も、赤配率の関係で、あと一歩のところで当選を逃してしまい、代表を辞任する意向を固める。当面は代表代行の岡田が落選した、海江田の代理として、暫定代表に就任する。 海江田の公認を決める民主党代表選では岡田が海江田の意思を継ぎ出馬。安住野田が推薦人になを連ね現用江田野は岡田を支持する中、野党再建派の前原は対抗馬である細野を支援すると表明。野党再編に関しては、岡田と同じ考えを持つリベラル系の長妻明と三つ、共いとなる。投票の結果、 野党再編派の細野が僅差で1位だったが、過半数に達していなかったため決戦投票となり、1位の細野と僅差で差を縮めた岡田が細野を抜き勝利。9年ぶりに代表に返り咲いた。その後の党役員人事で枝野は続投。現洋が選挙対策委員長、安住は国対委員長代理に就任。代表選で戦った長妻と細野を党役員に加えた。 AB かつて民主党7部業と呼ばれた前原誠二氏、枝野幸雄氏らの回答に批判民進党。離党以前は前原ルグループにも所属。旧立県民主党代表から続投。2018年以前は前原ルグループにも所属。前原ルグループ代表だったが、所属議員の合流新参加可否をめぐる分裂により、事実上の解散となった。読売新聞口に、 チャックの民主、大物議員、渡辺氏の族2010年1月19日前原氏、野田氏ら、七部業が、小沢批判を開始した思惑週間文春2010年2月4日、党の顔 VS 中堅リーダー当選した5人は、全員小選挙区での当選であり、落選組との明暗が鮮明になった。ちなみに、徳島県はこれにより、民主党県連に所属する、国会議員がいなくなった。 民主六人衆。実用日本語表現辞典2017年2月17日閲覧。六人衆が不甲斐ないからだ替え倒ろ失速。読売新聞。http www. 読売。cojp.politics。2014万713イト 1t5033。HT html2014 年7月13日閲覧。所属議員からは、 鈴木勝正と小宮山康子の2名。党員からは前職の木村武士の1名。後の衆院選で復党した3人のうち、鈴木と小宮山は再選。維新倉飼組は6人中、大高組、木内高谷牧義雄の3名が帰り咲きを果たす。小沢をはじめとした生活残留組は再選した小沢と玉木デニーを除いて、全員落選した。 ありがとうございます。